どうも皆さんこんこにちはチャックバスですいや昨日のね ANA の発表本当にすごかったですね、えー、プレームポイントがね2倍になるっていうね、あのー、コロナウイルスの対策で、まあ、そうなったわけなんですけども特にね国内線の、えー、料金体系がね6月いっぱいまでね、えー、かなり上がってるみたいなんでもしねこのタイミングで SFCC をね、えー、されたいっていう方はあのできるだけ早くね予約するようにしてくださいね まあそちらとは置いといてですね、本日は全くね、別の話をね、させていただこうかなと思います。え今回はですね、ちょっとポイントサイトの案件で、あの、こんなお得な案件あるんだっていうくらいのね、あの、簡単な案件がね、あの、ありましたので、今回ね、こちらを紹介していきたいと思います。実際にね、私やって、 今、ポイント不要待ちみたいな感じなんですけども、SBI ソーシャルレンディングっていうね、案件で、こちらね、ポイントサイト、ポイントインカムにある案件なんですけども、こちらね、新規無料投資家登録完了で、まあ、この5,500円分のね、ポイントがもらえるということで、まあ、こちらね、 ま、どんな案件なんだろうなと思って、まあ、新規無料投資家登録っていうことなんで、まあ、これね、取引いらないんですよ。ちょっと前にね、あの、ポイントサイト EC ナビの案件で、レンデックスっていうね、えー、講座開設完了だけでね、あの、ポイントがもらえるっていう案件ありましたよね。まさにそれと同じだと思うんですよね。で、実際に私やってみたんですけども、これね、5分かかるかかかんないくらいぐらいでね、終わるんですよね。 いや本当にあの住所とか、まあ、そういう個人情報を入れた後にまに、あ、一応ねこちら投資家登録ということでこのソーシャルレンディングっていうのは一応投資は投資資はなんですよ、ね、まあ新しいまあ私もねソーシャルレンディングって全然聞いたことなくてまあちゃちゃっと調べてみたんですけどもまああの匿名の えー、出資組合みたいなのを作って、まあ出資するみたいな感じで、まあ一応投資は投資なんですよね。投資ということなんで、えー、マイナンバーの登録だけはね、ちょっと必要になってきてはし、えー、来てはね、しまうんですけども、本当にね、マイナンバーを手元に置いといたら、本当に5分かかんないでね、あのー、申し込み終わりますんで、いや、ぜひね、これね、やっていただきたいんですよね。うん。 これでね、5,500円分のポイントもらえるって、ちょっとね、利用者からすると、本当にね、かなり驚き。<laughs> あとね、これ、今私は、えっ、ー、と、利用者登録をしてですね、えガ、ー、はがきがね、多分おそらくですけども、書き留めでね、届くと思うんですよね。で、えー、それで、まあ、そのコードを入れると、まあ、初めて、あの、 無料投資家登録完了っていうことでねあのポイントが付与されると思うんですけども今私はそのハガキを待っている状態なんですよね。おそらくですけどもそのハガキのコードをね入れたらまあ案件完了ということで、まあ、ポイントがもらえる感じだと思うんですけども簡単すぎますよねこれで5500円分ですからね。 これ、ね、ANA マイルにすると4125マイルにね東急ルートに乗せればありますしもしねこれを JAL に交換するってなったらね2750マイルになるわけなんですよねいやねこんなね楽な案件なかなかありませんので、まあ、ちょっとねマイナンバーの登録とかもありますんで、まあ、ちょっと面倒くさいかもしれないんですけども 口座解説だけでね5,500円分はねかなり激アツだと思いますんでもしねこれまあやられてる方はねもちろんあの結構話題に、ね、な,ってなってる気が個人的にはしますんで、うん、もしねこの案件やられてない方は是非ねちょっと積極的に狙っていただけたらなと思います。 今回の動画は、ね、本当に簡単な動画にはなってしまったんですけれども、えー、今回、ね、ポイントサイトの案件 SBI ソーシャルレンディングの、ねえー、案件を解説させていただきました、えー、これだけね5,500円分のポイントをもらえますのでぜひ、ね、積極的に、えー、狙っていただけたらなと思います えー、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。えー、それでは、ね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。